お前はなんでこんなことをする？俺に問うな。その理由をお前に話したところで何も変わりはしないだろう。だがもう一度ゆっくり話をすればどうだろうな。お前と話すことなんてない。俺の目的はジライア先生も成し得なかったことだ。ジライア先生だ。さっきも言ったがな、平和を生み出し正義をなすことだ。平和、正義、ふざけんな。俺の師匠を、俺の先生を、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前なんかが偉そうにほざいてんじゃねえ。お前の目的は何だ？お前をぶっ倒して、俺がこの忍びの世界を平和にしてやる。そうか、それこそ正義だが、俺の家族、俺の仲間、俺の里、どういうことだってばよ。お前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合う？お前の答えを聞こう。お前の本体のところへ俺を連れて行け。直接話したいことがある。ほう、本体に気づいた。だが話は終わった。今さらお前が何を語っても何も変わらん。見つけたぜ貴様。答えを持たぬお前ごときが諦めろ。お前はペインの本体か。平和がのこのこやってきたな。決着をつけた。エルセニーは俺のことを信じて託してくれた。なら俺はエルセニーを信じたことを信じてみる。それが俺の答えだ。だからお前たちを殺さねえ。で、俺たち、お前が世界を平和にするのを待てとでも言うのか。ふざけるな。今さらジライアの言ったことなど信じられるか。本当の平和などありはしないのだ。俺たちが呪われた世界に生きている限り、そんなものありはしない。なら俺がその呪いを解いてやる。平和ってのがあるなら俺がそれを掴み取ってやる。俺は諦めねえ。そんなセリフは。どうした？何かいい案でも見つけたかね。そこへ行く方法はまだ俺にも分かりません。いつか俺がこの呪いを解いてみせます。平和ってのがあるなら俺が掴み取ってみせます。方法より大切な要はそれを信じる力です。俺を信じてくれ。俺は兄弟子、同じ死を仰いだ者同士理解し合えるはずだと前に言った。あれは冗談のつもりだったんだ。お前は不思議な奴だ。昔の俺を思い出させる。マガト、俺はジライアを信じることができなかった。今自分自身を。なら、お前は俺と違った道を歩く未来を予感させてくれ。お前を信じてみよう、渦巻きナルト。